鶏むねとほうれん草のワンパングラタンを作ります。ほうれん草1袋は根元を切り落とし 3,4 センチ幅に切ります。耐熱容器に入れて水大さじ1を加え、ふんわりとラップをし600ワットのレンジで2分加熱しましょう。水にさらして粗熱を取り水気を絞ります。玉ねぎ1分の1個は芯を取り除き薄切りにしましょう。皮なしの鶏胸肉1分の1枚は横半分に切って包丁の刃を斜めに寝かせ、手前に引いて削ぐようにし小さめの一口大に切ります。別の耐熱容器にキッチンペーパーを敷き、絹豆腐1分の1丁を乗せて包みます。600ワットのレンジで2分加熱して水切りをし、ボウルに入れて滑らかになるまで混ぜましょう。牛乳 50cc、 味噌大さじ1分の1、塩小さじ3分の1を加え、胡椒少々を振りよく混ぜます。フライパンにサラダ油大さじ1分の1を入れて熱し、鶏肉を入れて色が変わるまで中火で炒めます。玉ねぎを加えてしんなりとするまで炒めましょう。ほうれん草を加え、塩コショウ少々を振り油が回るまで炒め合わせ、平らにならします。豆腐クリームを真ん中にのせ、ピザ用チーズ 50g を真ん中にのせて蓋をして弱火にします。チーズが溶けるまで1分ほど蒸し焼きにしましょう。黒胡椒を振って完成です。以上デリッシュキッチンでした。